どうも皆さん、もう音聞こえますか？もうコーヒーができました。ですね、まあもちろん大阪なんですけれども、今日はかみさんと、京都観光行って、久々のね、で家戻って、ちょっとね、今晩飯なんだけれども、帰りにミスタードーナツで、もう大好きなこの時期、この秋の、ドーナツを、買って、参りました。コーヒーと一緒にこれからいただこうと思っているんですけれども、はい、これですね。まあ、どういうものかといったら、まず僕はね、さつまいもはものすごく好きな人なんですよね。日本に来てこんなうまい食い物があるんだなと思ったものの中では、結構ねトップに近いのはさつまいもなんですよ。でこれ、いわゆるさつまいもドーナツなんですね。味のドーナツ。さすが、秋ならではの。秋ならといったら、マクドの月見バーガー。僕も本当に、それほどハンバーグ、マクド好きじゃない。ハンバーグ好きでしょ。まあ、ステーキの方が好きなんだけど。まあでも、マクドはそんなに食わへんけど、月見は食べますね。で、これが、ミスタードーナツの、さつまいも系のと、あのポンデリングね。で、はい、コーヒー入れて、まあ、うちの嫁が普通のミルクで、僕ミルクプラス酒なんで、ちょっと色微妙に違うんだけど、プラス芋けんぴの、ポンデリングと、僕の大好きな、紅芋のポンデリング最高ですね、本当に。で、まあこれからちょっとね、あの袋からちょっと出そうかなと思ってます。で、それを取った状態で、全部見れるような状態ではこれですね。ミスタードーナツのこの秋の商品、気になる人はよかったらこういうものなんですよ。まあ味はね、それを伝えられないけれども、見た目はバッチリだと思います。で、一応な、まあ仲良く分けるのがね、でも大事なんで、もうこれ半分半分切って、このようにアシュラ男爵みたいな、半分は紅芋で、半分は芋けんぴですね。どうでもいい話なんだけど、僕昔結構ね、紅芋焼酎に、結構ね、もう散々飲んでた時期があったのはよく覚えてます。まあ焼酎はちょっと弱くなったんでね、最近あんまり飲んでないんですけど、はい、誰が興味あんねんって感じですね。さあ、ここまでにしたいと思います。とりあえずこの季節の、ミスタードーナツの特別ポンデリング、ポンデリング最高。では皆さん、チャオチャオ。